アメリカで野垂れ死に寸前の最底辺の場です。この間の Airbnb のゲストがチェックアウトして14日間経ちました。レビューはですね、14日を過ぎるともう書くことはできないんですね。で、今回のゲストの方はなんかプライバシーのことが心配だとか言って、そのレビューを、書きたくないし書いてほしくないっていう、ちょっとそういうお考えみたいだったんですよ。で、なぜそういうことが分かったかっていうと、私が今回 Airbnb 初めてなんですねって聞いたんですね。で、そしたら主人ともう何回も使ってるって言うんですよ。だけど今回は自分の名前で、アカウントを取って旅行に来たけれど、自分の顔写真も使いたくないし、Facebook とか Twitter とか LinkedIn とかそういうのも一切やらない主義の人だったんですね。ってことで、もし仮にですね、私のことをリアルで知ってる人が、最底辺の和さんの、Airbnb のプロフを見ても、その方のことは、レビューがないんでね、見れないんですけども。で、私、4年間、Airbnb のホスティングから離れていたんですよ。その4年間っていうのはですね、2013年から17年の4年間、ホスティングしてなかったんですよ。なぜかっていうと、1年目は、イリノイ州シカゴのそばにいたんで、賃貸だったんで、ホスティングはしてなくて、その後の3年間は、カリフォルニア州のサンディエゴにいたので、ホスティングしてなかったんですね。賃貸だったんで。賃貸でも、正面玄関とか写真写さないで、勝手にホスティングとかしてる人、もう5万といるとは思うんですけども、私たちはしてなかったんですね。で、4年ぶりのホスティングで、4年も経つと、Airbnb の認知度とかそういうのも、上がってきて、で、私もまた再開するということで、ちらほら、Facebook のホスティンググループ、勉強会と交流会を兼ねたもので、いろんな人の体験談とかを読みつつ、自分もホスティングを、再開したっていうことなんですけども、時々聞くのはですね、ゲストがレビューを、書き忘れっていうか書かないまま2週間経ってしまうっていう、そういう、ちょっとご不満をよく見かけましたね、そのホスティンググループの中で。で、私もちょっとそれは気がついたんですね。その6年前、あれ2012年だか、あ、7年前か。7年前にホスティングした時は、Airbnb の、黎明期って言っていいんですかね。本当に Airbnb の趣旨に賛同した人が、ホスティングする方も旅行する方も、情熱を持って、喜びを持って、ホストをするなり旅行するなりしていたんですよね。なので皆さんちゃんとレビュー書いてくれてたんですよ。で、6年前に、ホスティングしていた時は、結局合計で何回ホスティングしたかな。仮に20回ホスティングしたとしますね。で、そのうち1回だけレビューをもらわなかったことがあるだけで、
あと皆さんよく書いてくれてたんですよ。で、その7年前にレビューを書いてくれなかったゲストっていうのは、まあ、かなり年寄りの方、年寄り夫婦で、まず、Airbnb の使い方がちょっとあまり分かってなかったみたいで、で、その夫婦は、まあ、うちのハウスルールにある通り、まあ、うち同居型なんで、台所も小さいので、まあ、台所は使わないでくださいって言ってあったのに、それも読んでなくて台所使いまくったりとかした人たちなんで、もう私もレビュー書かないでおいたんですね。そしたらその人も書いてなかったんですよ。まあ、それが7年前の話なんですけども。で、私たち去年からまた、もう一昨年になるのかな、Airbnb を始めて、で、そしたらですね、3回に1回、または4回に1回ぐらいは、レビューを書いてくれない？で、忘れてる人が多くなったんですよね。なんでだかわかんないですけどね。まあ、ホストの勉強会グループにも、でもよく聞くんですけども、まあ、もう時代とともにゲストがどんどん、まあ、わがままになってきている。で、レビューだってやっぱりひと手間なんで、まあ、面倒くさがる人が増えたみたいですかね。で、大体Airbnb を使う人は、まあ、大体どの人も無人民泊の経験があるんですよね。で、無人民泊っていうのは、レビューを書かずに済ましちゃう人が多いと思うんですよ。で、なぜかっていうと、私、無人民泊のゴーストライターしていましたよね。で、その時に、いや、本当書かない人多いなってちょっと驚いたんですよ。その日本の大阪特区の、Airbnb ですけども。まあ、無人民泊だったらホストにそもそも合わないから、パブリックのレビューもプライベートのレビューもなんかへったくれもなさげな感じ。まあ、本当だったら、まあ、ちょっと言いづらいことをプライベートのとこでか書いてあげて、で、それを、まあ、将来の上達に結びつけるっていう、まあ、そういうのがもともとの考えだとは思うんですけども。で、まあ、私はAirbnb のゲストの方に、Airbnb をよく使うんですか？とか、いつも一人で旅行するんですか？それとも家族でですか？みたいなことで、やっぱり家族とか人数多くなると無人民泊に泊まることが多いみたいで、で、まあ、ちょっと私は無人民泊が好きなゲストがうちに来ると超緊張しますよね。うちは無人民泊じゃなくて家主同居型なんで、まあ、やっぱり無人民泊の方が好き勝手できますもんね。まあ、で、大人数も収容できるだろうし。で、まあ、この間、Airbnb のサンフランシスコに電話をした時、まあ、コールセンター日本人の方が出てくれましたけども、まあ、その方は、まあ、無人民泊でも家主同居型でもどっちが有利不利って、そういうふうに考えたことはありませんでしたとか今おっしゃるんですがね。まあ、だけどやっぱり無人民泊の方が人気が、まあ、あるんで、まあ、同居型の私としては、まあ、頑張りたいなとか思うし、で、まあ、世界中のですね、その同居型で頑張ってるホストの方々には、
まあ、エールを送りたいと思っているんですよね。まあ、ということで、4年ぶりのブランクを経て気がついたことは、まあ、ゲストの方でレビューを書かない方が多いなっていうことですね。で、14日間でレビュー書けなくなっちゃうんですけども、もしも、まあ、今回の私のゲストの方が書くのも書かれるのも好きじゃないってことを言ってたから私書かなかったんですけども、だけどもしもそのゲストの方が気が変わって何か書くとしたら、なんかユキコさんはレビューが欲しそうな、態度をしていてうざいと思いましたか、とかそういうこと書かれちゃうのかなとか、まあ、ほんとさ、もう最近のゲストの人、もうシェアリングエコノミー、Airbnb でも Uber でも、もうだんだんもう使う人がもうわがままになってきてるんで、もうプロバイダーである私としてはもういつもヒヤヒヤしちゃうんですよ。なんかこう満足いただけてるかなと思ったのに、いつまでも書いてくれなかったりっていう人もいましたし、でもう催促するのも本当神経すり減らすんですよ。何日経ったら催促してもいいかなとか、まあ外国から来た方だと時差とかあるだろうなとか思うし、じゃあ1週間ぐらいかなとか思うんでね。で、まあFacebook の勉強会である人が、僕はゲストにレビューを書いてもらうコツとして、その人の第一言語で書いてくださいって頼んでますって言うんですよ。まあ、例えばメキシコから来た人だったらスペイン語でとか、フランスから来た人だったらフランス語で書いてくれると僕は嬉しいですとか、そういうふうに言ってるらしいんですよ。で、私それ試したことはないんですよね。で、まあその勉強会で、まあ、そうおっしゃる方は、自分の第一言語でお願いしますって言うと、大体の人はレビューを喜んで書いてくれるって、まあおっしゃるんですけれどもね。まあ私もやってみましょうかね。まあ書いてくれなかった人は、2人かな。2人アメリカ人だ。で、1人インドからの人だ。そしたら英語の人だったらちょっと この作戦は使えないってことになっちゃいますけどね。まあ、だけどまあ、まあ本来、まあゲストが来てくれて楽しいっていうのが、まあそれがまあ私の目的なんでね。次のクオーターって、まあ時間の単位ですけども、それでスーパーホストでなくなっちゃったとか、そういうふうになったとしてもね、まあよしとしたいなとは思います。ではこんな感じでございます。私は、家主同居型のホストの方を応援します。はい、地味ですが頑張っていきましょう。では失礼します。